羽生結弦の驚くべき真実。第34回主役のヤバ男、ヤバ団の素顔とは？ヤバい男、ヤバ男、ヤバ団、そして今回の焦点、第34回の主役、羽生結弦。オリンピックのメダリストで、国民栄誉賞も手にした彼が、最近の出来事でマスコミとの圧力に見舞われ、ファンたちを驚かせました。好感度がマックスに達すると、あとは落ちるだけという言葉が気になります。羽生さんは一般の方と結婚し、その後105日での離婚を発表。しかし、彼のコメントにはメディアの嫌がらせに悩まされていたことが明らかにされ、お相手に幸せであってほしいとの思いから離婚したと語られています。羽生さんはメディアに対して、ひどい妄想や想像、嘘だけで記事になっててびっくりします。訴訟して勝っても何も良いことないのでしませんがと投稿。ファンたちは一安心したかもしれませんが、真相の分から情から、どれが嘘なのかはっきりさせろとの声も上がっています。元妻の後見人が登場し、週刊文春にてヤバい結婚生活の一端を証言。結婚後も音楽活動を諦め、羽生さんの家族による制約があったことが明かされました。ファミリー企業では彼女が取締役になれなかったとのことで、結婚にもかかわらずの華奢にされた様子が伺えます。全てが裏目に出てしまった出来事。最大のミスは、羽生さんが元妻の存在を公表しなかったことかもしれません。しかし、一般の方、一般人のお相手との繰り返し表現は、メディアへの抗議のメッセージとも取れます。一般人のプライバシーを守るべきだという立場からの行動だと解釈できるでしょう。妻を隠すことで報道が過熱し、本来の味方であるはずの身内まで週刊誌に応じる事態に、羽生さんたちはますますメディアを警戒し、結果として元妻への行動制限も強まったのかもしれません。一方で、元妻の立場から見れば、存在を隠されたことに納得がいかなかったことでしょう。妻として社会的に認知されることで起こるかもしれない問題に対処できるはずだと、彼女は感じていたかもしれません。今回の騒動を通じて、羽生さんとお母さんの母子一体型の親子関係がクローズアップされました。彼らが同じ目標を追い求め、その栄誉を共有していく構図。しかし、成長とともに子供は親から離れ、自分の世界を持つ必要があります。羽生さんは結婚には若すぎたのかもしれません。羽生さんがマスコミ対応に長けた専門家をつけ、報告や抗議を通じて対応すべきだったのではないでしょうか。今回の出来事で元妻は前を向き、音楽活動を再開させたそうです。羽生さんも前を向いて、これからの活動に力を注いでいくことを期待します。